ドイツ海軍が採用した魚雷艇である149型魚雷艇とも表記される。ジルバー名ブ級魚雷艇はもともと、リュール戦車が第二次世界大戦中に設計していた S-38 型 S ボートをもとに建造された。艇隊は木製の船体をアルミニウム合金製の板で覆う形で製造されている。エンジンは、 メルセデスベンツ製のメガバイト518ディーゼルを3機搭載し、それぞれのエンジンが1機ずつのスクリューを動かす。これにより、ジルバーメイブ級は43ノットの最高速度と900回りの航続距離を手に入れた。武装についてはもともと高速小海底としての使用を前提としていたため、第二次世界大戦中の S ボートのような低体内蔵式の魚雷発射艦は、 装備されておらず、建造当初は、非武装であったが、西ドイツ海軍編入後に停滞後部には、イスパノスイザ製の2連装 20mm 機関砲を装備した。1957年には、停滞後部の連装 20mm 機関砲を、母ホース 40mm 単装機関砲に換装した上で、停滞中央軸線から外側に15度反らす形で、 外装式の5 3 3トル魚雷発射艦を停滞左右両限に一機ずつ搭載している。予備魚雷は搭載不能である。ジルバーメイブ急魚雷艇は1952年から建造が始められ、当初は西ドイツ連邦国境警備隊の参加に編成された海上部門に配属された。しかし再軍備に備えた糸が露骨すぎたため、最初に建造された三隻は、 連合国管理委員会によって押収され、イギリスの指揮下にあるイギリスバルト海漁業保護部に、それぞれシルバーガル、ストームガル、ワイルドスワンの英語名を命名された上で、編入された。1954年から1955年にかけて、シルバーガルとストームガルは、ハンス・ヘルムート・クローゼ率いる、クローゼ高速艇グループのもとで、バルト海における偵察任務についていた。 1955年に西ドイツの再軍備が認められて西ドイツ海軍が編成されるとジルバーーブ急魚来艇は1956年4月1日にキールで編成された第一高速艇船隊に編入されることが決定された。同年5月29日にはイギリスバルト海漁業保護部に所属していた3隻が西ドイツに返還され、定名をドイツ語式に訳した上で編入された。 6月1日には、連邦国境警備隊海上部門の2隻も、編入され、翌1957年には1隻が追加で、建造配備され、既存のジルバーメ名ベ級も、魚雷発射艦を装備された上で、県軍当初の西ドイツ海軍の一翼を担った。ジルバーメ名ベ級の所属部隊である、第一高速艇船隊も1967年3月1日に、解体され、 同年3月15日に6隻すべてが西ドイツ海軍から退役した。退役した6隻のうち5隻はギリシャ海軍に売却され、残りの1隻は第73テストセンターにて実験艇として運用され、いずれも1970年代半ばまで運用された。ジルバーメーブ休業来艇の名前はすべて海鳥から取られている。ありがとうございます。